皆様お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまより新型コロナウイルス感染症患者発生に関する視聴記者会見を行います。本日の主発通訳者は田中てるみさんと佐藤ひとみさんのお二方です。それでは視聴お願いします。はい、よろしくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症患者の発生について、ご報告を申し上げます。記者クラブの皆様には資料を2つお配りをしております。いわゆる一覧表としております9件青森市からは本日発表がございます。それから概要表と呼ばれる表がたまっていたものございますが、まずはこの9件の一覧表に沿ってご紹介をご報告をしてまいります。一番上が330例目県のナンバーで言いますと1092例目からお願いをいたします。ここからお三方332例目までは20代男性、50代男性、50代女性となりますが、こちらにつきましては他保健区管内から検査依頼を受け報告するものでございまして、本日お配りをしております概要を言いますと、右下に八戸市保健所関連ということでお付きをしております。このため詳細につきましては県の方からご発表あるかと存じますが、4月5日昨日 PCR 検査を実施し陽性が確認したものでございます。いずれも症状は軽症、また現在療養中ということでございます。次の330例目から続けてまいります。330例目県では1095例目というナンバーになります。こちらは333例目ですね、県1095例目でございますが、先日公表いたしました接待を伴う飲食店、226例目の方の接触者ということになりますが、この接待を伴う飲食店の従業員、また利用者ということで関係者20代男性の方になってございます。この方4月1日に PCR 検査をお受けになり一度陰性を確認しております。しかしながらその本人からご体調とご相談不安ございまして4月5日昨日再度 PCR 検査を実施いたしましたところ陽性を確認したものであります。お手元にあります通り現在は無症状療養中ということでございます。334例目の段に移ります。県1096例目となりますが、こちら50代男性、先日公表させていただきましたこちら320例目ありますが、この方の同居人ということでございます。4月5日 PCR 検査を実施陽性確認しております。現在は軽症入院中ということであります。335例目県1097例目と336例目県1098例目このお二方について本日クラスターの関連ございますので後ほど戻ってまいりますが、お二人は20代の女性の方、30代の女性の方になります。先日公表いたしました接触者で言いますと322例目の方の接触者というふうに行動歴である通りでございますが、いずれも4月5日昨日 PCR 検査を実施し陽性を確認したものでございます。現在軽症でございまして335例目の方は入院中になっております。336例目現在入院等調整中という形でございます。次の段337例目、10代の方、こちら県外の関連の方でございますので10代の方ということもあり属性性別等非公表についてご協力をいただきたいと存じます。一番下の段338例目県1100例目となりますが、80代以上の男性の方で4月5日体調不良で市内医療機関を受診されました。 PCR 検査の結果陽性を確認しております。この方中等症でございます。入院中ということになってございます。一覧表は以上の通りでございまして、次の資料、概要図、この形がついております。こちらについて、まず先日同様、まずナンバーをご紹介申し上げます。2分の1、1枚目の資料については、白い人型が2つついているかと思います。先ほども触れましたが、飲食店という二重囲みの中にお人型がいるのが333、333例目。接待を伴う飲食店クラスターとして先日発表した方にお一人追加があったものでございます。もう一人白い人型がございますのが334例目ということになります。2分の2、2枚目にお進みいただいて、本日ご報告申し上げますのは右側の運動施設というふうにありますが二重線に囲っております
白い人型が2人中に入ってございますが、先ほど戻ってご報告しますと言った335、336、335と336例目です。337は10代の方ですのでナンバー飛ばしておりまして、338の方がその二重線の外側に、これはこのウルドセスとは別途関連ということで単独で、お一人お一方を置いてございます。ということで、今ほど培養図の中で見ていただきました通り、新たに同一の運動施設で、5名の方陽性を確認したところでございます。本日の2名確認がありまして、都合5名になったものでございます。このため、青森市内の運動施設において、5名の感染者患者を確認したことからクラスターの発生を確認し、報告を申し上げます。なおこの運動施設につきましては利用者の方を特定をしております。すべて名簿が存在する施設になっておりまして、現在必要な検査を進めております。名簿すべて把握し検査を進めておることから、私どもから説明を公表することはございません。なお当該施設については検査に最大限ご協力いただいておりまして、実際にいわゆるソーシャルディスタンス、あるいは換気、マスク、手指の消毒などお客様を入れる施設ということでございますので、体温測定も含めて、いわゆる感染予防対策が取っておられたということでございます。で、報告会場でございますのが、私の方から都外記者会見においては重ねてお願いしてございますが、私ども必要な市内の感染拡大防止のために必要な状況情報ということで報告をしておりますので、本日発表した方の特定また詮索誹謗中傷はもちろんでございますが、決して行うことのないようご協力いただきますとともに、あえて申し上げればですね、今回運動施設でのクラスターの発表をさせていただいておりますが、現在障害者施設のクラスター、また飲食店でのクラスターということになっておりますが、それ以外にも不動産業でのクラスターなど、いわゆる多様な施設でのクラスター発生が生じる形になってございますので、一つ、飲食店だけとかいうことではなくてですね、あらゆる施設の利用において感染拡大防止のためのマスク、うがい、手洗い、そしてソーシャルディスタンスの確保など皆さんにおかれてはですね、ぜひご利用いただいて、ご協力をいただいて、コロナウイルス対策に十分に注意をいただきますことを重ねてお願いをしたいということでございます。ご質問あるかと思いますので、私は以上とさせていただきます。それではご質問をお受けいたします。ご発言にあたりましては社名とお名前をお願いいたします。どなたかご質問ございませんか。では真ん中で北原さんお願いします。読売新聞の北原です。よろしくお願いいたします。個人情報ということでね、理解をしているんですけども、運動施設といっても様々あると思うんですけど、民間の運動施設というスポーツジムとかで、そういったイメージでございますか。会員の方が参加されるという形の運動施設ですので、そういう意味では、先ほどお客様をお迎えしてというか入れて行う運動施設ですので名簿がある、そういうことから名簿の特定が可能な施設になっております。わかりました。ありがとうございます。他はございますか。はい、ではお願いします。毎日新聞の平方と申します。はい、お願いいたします。この運動施設の関連で、濃厚接触者というか検査の対象となる方っていうのは大体何人ぐらいの規模になるのか、利用者の方は何人ぐらいいらっしゃるのか、利用者従業員の方合わせて何名ぐらいになるのかというところを教えてください。ですね、この運動施設については概要の図でありますと、黒い人型があるということは過去にすでに発表された方がおられます。そのため検査はすでにかなり進んでおりまして、すでにいわゆる従業員や利用者など関係者含めて約50名の方の検査を済ませております。今日までに5名の方が陽性になっているのが見えますが、現在まだ検査続いておるのが現在2名となっております。それ以外の方は今のところ陰性でございます。ただ今日発表があった方もありますので、今後検査を進めていく必要はございますが、人数としてはその程度の規模の検査はすでに進めておるという状況でございます。運動施設
して、このクラスターからさらに感染者が広がるっていう見込みは今のところないということですか。はい、もちろん絶対はありませんので、私のほうが絶対に広がらないという言い方はできませんが、名簿をきちんと提供いただいていること、またそれぞれの簡易管理をさせていただいて、検査も早いうちに見つけた方を中心にしてきてございますので、そういった意味で我々としてはいわゆる広く呼びかけてという形を取っておりません。そういう意味では我々としてはしっかりいただいた名簿に沿って検査を進めていくことで感染を封じ込めることを目指してまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では収納で、はい。青森放送の内島と申します。はい、お願いします。感染予防対策を取っていた施設ということなんですけども、はい、運動ということで、運動の最中はマスクをしていたかどうかというのは分かりますでしょうか。レッスン中も、はい、マスクをし、あ、ごめんなさい、運動中もマスクをしていたというふうに報告を受けております。はい、あとですね、3月以降ですね、青森市内でクラスターが数多く発生してますけども、はい、これに対しては市長の認識を教えていただけますでしょうか。はい、先ほど平田さんのご質問あったとおり、確か毎日新聞さんの今日の一面だったと思いますが、そのような、いろんな業態がいろんな形でのクラスターというのが発生しているという報道、これ全国でもありましたが、青森市内でも、青森県内でも同様の状況があります。一つこの業態、この施設だけということではなくて、やはりこういった運動施設であったり、あるいは先ほどの不動産業であったりとか、いろんな、この春の人の移動の多い時期の、クラスターになりますので、業態が必ずしも一つによって起きているわけではないという意味では、市民の皆さん、県民の皆さんにはどういった施設であってもマスクをしっかりしていく、手洗いうがいを訪れた後にはしっかりするということは必要だということを呼びかけさせるつもりですし、やはりそういったところが今、島さんからいただいたご質問に答えることになるのかなと思っております。あと1点ですね、はい、これからの春祭りのシーズンになりますけれども、はい、開催も含めてそのあたりはどのようにお感じでしょうか。はい、青森市でも春祭りの開催を予定しておりますが、すでに呼びかけをさせていただいておりますが、実行委員会さんの方でもすでに、いわゆる花をめでる形で、開催されたい、すなわち例えば食べ歩きをしない、お酒を飲んだりしない、飲食する場合でも指定の場所に限るという形で、ごく限定的な形での開催を予定していると実行委員会から報告を受けております。その形を特にやはり留意いただくと、注意いただくということが大事だと思いますので、そういった意味では花から感染することは当然ありません。桜はめでていただきたいと思いますが、桜をめでる際に、少しこう気分が上気してマスクを取ってしまうとか、あとお酒を持って花見に出かけるとか、そういうことが現にないように、この辺は実行委員会さんの方でもしっかり見ていただく、パトロールも含めてしていただくとは報告を受けてますので、その辺にご留意いただいて、桜というものまもなく青森は咲きますので、それはぜひ楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問はございませんか。一番前で、はい、朝日新聞の林と申します。お願いします。この運動施設は、対策を取っていたけれども、はい、クラスターになってしまったということで、そこで何かこう考えられるようなこう感染がこう広がってしまった要因っていうようなものはあるんでしょうか。感染に絶対はないということはあるんですけれども、やはりどうしても運動施設ですから、お互いに運動する中では当然、汗もかくでしょうし、お水、給水等もあると思います。給水の時にまではマスクをつけていきませんので、マスクを取ったりする習慣もあったかもしれません。そしたらいわゆる運動施設としての特性として、どうしてもお互いにその複数の方で運動する場合は、そうした水を飲むとか、ちょっとした軽食を取ったかもしれませんし、そうした時に少しお友達としてお話をしたのかもしれませんし、どういった形でいわゆる伝播したかはこれから調査していくことになりますが、施設の特性上ですね、特にこうマスクを取ったりしなければいけないような状態であれば、特にご注意いただきたいということに、今回のクラスターに関して言えばあるのかなと思います。これはもちろんこういった運動施設に限らない部分がありますので、そこはご留意ぜひいただきたいと思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、高田さん、では前に行かれてみます。はい、お父さんです。はい。東日報の山口です。はい、お願いします。運動施設関連のクラスターですけれども、はい、同じ市内の運動施設を利用していたという以上にですね、はい、何か関連性、現時点で分かっていることはあるんでしょうか。例えば同じ、はい、何かあの同じあの小さなレッスンを受けたとかですね、はい、何かそういったものが分かっていれば教えていただければと思います。はい、あのこの方々については先ほどあの来るの人型という言い方しましたが、過去にお三方判明していましたが、そのつながりという部分で十分我々としては別々にある意味あの出ておいで、あの陽性が判明して、それをつながりを見つけていく中で実は同じ運動施設をご利用していたという形であの見つかったものでございます。それが、まあ、検査を広げていく中で、まあ、クラスターという形になりましたけど、要は名簿を作ることができて、その中で今回5名まで達したという状況であります。それでは我々としてはそこを捕まえられたことは前向きに捉えてますし、逆に言うと他のつながりというご質問、山口さんのお話であれば今のところはそれ以外のつながりは見つかっておりません。逆に何もない単独のケースだったものがつながって今回発表になっているという意味では、あの名簿を作れたという意味では前向きに捉えております。ありがとうございます。ありがとうございます。後ろの方で、はい、あの、手を掛けします。申します。はい、お願いします。この人型、この要は運動施設クラスターという格好で、あの今日ご任命されたのは初めてなんですけども、はい、このうちどの方が一番最初に発症されて、それがいつで、この3人というのは、ごめんなさい、市の番号でいうと何番に当たるのかというところをまず、はい、ですが。はい、そうですね。何番で言いますと、220、数字などでちょっと先に数字を言います。224。299322という形で我々が発表してきたものであります。224は県南までいうと954-1035-1069というふうにナンバリングされるお三方ですが、それぞれ一番早くて報告したのは3月31日の水曜日でした。その方から順番に単独事例を拾っていたときにつながりができて、今日お二方その名簿の中から見つけることができて発表させていただいたというふうに捉えております。あのすごいここまでこう、まあ、手間暇かけてつながり見つける方だなというのはよくわかるんですけど、はい、ただまああの一方皆さんずっとおっしゃってますけども、クラスターというのはやはり、まあ、市内かなりこう大きく起きてきている状態です。はい、これはあの全国的に言えば第4波というような表現と捉えられるような今の、はい、あの状況なんですけども、ちょっとすると今この感染状況というのはまあ、そういうのは感染の拡大がかなりまだ進んでいる状況というようなところの理解でいいのか、はい、第4波とかいろいろ全部言われていますけど、はい、またに当たるというのがどういうのか、どういうのかお考えなんでしょうか。ですね、今日あの概要図としてお示しした中で言いますと、かつてあのタイ料理屋さんを起点としたタイ料理関連のクラスターといってきた大きい検討図がありますが、これについては今週末4月10日をめどとしておりますが、いわゆる感染確認、いわゆるあの健康観察期間が終了の見込みであります。それ以外にも今週の中でいわゆる収束を迎えることを今目指しているクラスターというのもありまして、まあ、やはりあのご存じの通り飲食店、大量に起点のクラスターで4クラスターがつながる大きなものでしたが、結果きちんとまあ4つにクラスター重なったんだけど、それを名簿を通じて抑え込んで、今回もうすぐ集約まで持ち込めるという状況です。もちろんそれ以外にこうやってクラスター発生しますので一つ一つ名簿を作っていきますけど、大きなクラスターでもきちんと名簿を抑えて医療環境を適切にすれば抑え込んで集約に持ち込めるという意味では、あのこう次々起きて収拾がつかないということではなくて、一つ一つ抑え込んで今申し上げた4つの連続クラスターについても抑え込みにかかっているという状況でありますから、今回のクラスターも一つ一つ名簿を丁寧に検査して抑え込んでいく、そういう形を続けていくことで、まあ発生するたびに抑え込んでいくことと、あともう一つ、こっちはそれとかけてワクチンを打っていきますので、ワクチンを並走させて、一方でクラスターを名簿作って一つ抑え込む、その形で市民の皆さんを守っていく、これができるというのは去年との違いですので、そこはぜひあの我々としても前向きに取り組んでいきたいと思いますので、市民の皆さんに安心が届けられるよう全力を尽くします。ありがとうございます。他にご質問はございませんか。では、お願いします。NHK の吉本と申します。運動施設のクラスター関係で、はい、先ほど、利用者や従業員など50
50人という感じで、およそ50人検査を受けてお話ありましたけど、はい、この中にそのご家族とかそういうのも含んでるんでしょうか。はい、吉本さんのおっしゃる通り、いわゆる同居している方とかお知り合いの方も含めて、すでに早めに、すでにさっき黒い人が出ていたとしました、判明した方いるので、そういう方も含んで現在このクラスターに関連するところで約50名という形になっております。その他に先生とはこれでいる5人以外は、45から、その前後ぐらいの数字だと思うんですが、はい、は陰性ということで、はい、先ほど検査中がまだお二人いらっしゃって、今後検査の数は当然増やしていきますけれども、それ以外の方は陰性とおっしゃっています。2人っていう話もありましたけど、それが今後増える可能性もある。今日お二人発表しましたので、その方の行動履歴はこれからチェックをしていきます。その中では増えていく可能性がありますので、現在の検査人数は2人です。それ以外にも検査人数は増えていく可能性はありますが、この時点で50名すでに検査済みというのはクラスターの発生のタイミングでは比較的多い方ですので、その部分はまずご期待をして、ただこれからも油断せず気を緩めず検査を広げていきますということです。ありがとうございます。もう一回すいません、はい、施設でマスク着用とか消毒の対策を取っていらっしゃったということなんですが、はい、それと従業員もしていたし、それを、お客さんに対しても求めていたという認識でいいんでしょうか。基本的にそれでよろしいですね。はい、そのように当該店舗から報告を受けています。わかりました。ありがとうございます。他にご質問はございませんか。ないようですので、これで終了いたします。ありがとうございました。はい、ご協力ありがとうございました。